フランツフェルディナントフォン・エスター・ライヒ・コール・エステ。フランツ・フェルディナント・フォン・ハプスブルク・ロートリンゲン。1863年12月18日から1914年6月28日は、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の後位継承者、エスター・ライヒ・コール・エステ対抗。サラエボで、セルビア人民族主義者によって暗殺された、サラエボ事件。 1863年、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の弟であったカール・ルート・ビヒ大公と両シチリアを、フェルギナンド二世の長女マリア・アン・ルンツヤアータの長男として、クラーツで生まれ、1875年に、いとこのフランチェスコ五世が死去し、オーストリアイコール・エステ大公を相続した。1877年にオーストリアイコール、 ハンガリー帝国軍に入隊して中尉に任官。その後も皇族として順当な昇進を続け、1885年に大尉、1890年に大座、1894年に少将に昇進した。フランツ・フェルディナントは指揮官としての教練を学ばなかったが、司令官としての適性を認められ、第9騎兵連隊長に任命された。また、 特定の部隊の指揮権を持たない時期でも、軍事機密に関わる書類を閲覧することができ、1913年には、高齢のフランツ・ヨーゼフ一世に代わり全軍、監察官に就任して、軍権を掌握している。1892年から約1年の歳月をかけて、世界一周の見聞旅行に出かける。イギリス領インド帝国を訪問した後、1893年に、 訪れたオーストラリアでは、カンガルーやエミューの狩りをして過ごした。その後は、ヌメア、ニューヘブリティーズ諸島、ソロモン諸島、ニューギニア、サラワク、香港、大日本帝国を訪れた。横浜からで、太平洋を横断して、カナダ・バンクーバー、アメリカ合衆国を訪れ、ヨーロッパに戻った。1889年1月、重慶、リドルフ皇太子が、 マリー・フォン・ベッツェラと共に上司した。このため、父、カール・ルート・ビヒが、後位継承者となった。1895年、フランツ・フェルディナントは、当時不治の病とされた結核の疑いがあると、診断されていたことから、軍隊のル・ダン朝の地位を降りることを、フランツ・ヨーゼフ一世に申し出た。後位継承者には、弟の夫・フランツ大公が選ばれるであろうという、憶測も流れ、 フランツ・フェルディナントに見切りをつけて、夫をフランツに媚びを売る者もいたが、南チロルのメラーノで療養に勤めた結果、フランツ・フェルディナントは一年半ほどして、健康を回復した。1896年に、父、カール・ルート・ビヒが、ジョーチフスで死去すると、フランツ・フェルディナントがおじ、フランツ・ヨーゼフ一世の後位継承者に認定された。結核の療養を済ませたフランツ・フェルディナントは、 この頃から政治活動を開始するようになった。オーストリア皇室ではフランツ・フェルディナントが皇位継承者として認定されるようになると結婚話を進めるが彼にはボヘミアの白爵家出身でデシェンコー、フリードリヒの日、イザベラの女官あったゾフィー・ホテクという恋人がいた。二人は1894年にプラハで出会い恋に落ち、それ以降フランツ・フェルディナントは プレスブルクのテシェンクゲの別荘を頻繁に訪れるようになった。ゾフィーはフランツ・フェルディナントの結核回復を祝う手紙を彼の療養先のロシニ島に送っている。二人は周囲に関係が露見しないように最新の注意を払っていた。しかし、フランツ・フェルディナントが二月腕時計をテシェンクゲに忘れたことがきっかけで二人の恋が露見することになった。 当時腕時計の蓋の裏に、異中の女性の肖像画を描くのが流行しており、忘れ物を預かったイザベラは、彼が足しげく通うのは、長女マリア・クリスティーナに気があるからだと信じて、時計の蓋を盗み見ため、ゾフィーとの恋が露呈した。オーストリア提出は、由緒ある王家の出身者以外との結婚を認めて、おらず、時期皇帝が、チェコ人の女官のような身分の低い女性と、 既戦結婚するのに反対したが、フランツ・フェルディナントは、ゾフィー以外の女性との結婚を拒否した。最終的に、フランツ・ヨーゼフ一世はゾフィーが皇族としての特権をすべて放棄し、将来生まれる子供には定位を継がせないことを条件に結婚を承認した。1900年7月1日に二人の結婚式は挙行されたが、フランツ・ヨーゼフ一世は出席を拒否し、 彼のテーマや他の皇族が出席することも許可しなかった。結婚後もゾフィーは礼遇され続け、公式行事においては幼児を含むすべての皇族の末席に座ることを余儀なくされていた。また、それ以外の公の場、劇場などでもフランツ・フェルディナントと同席は許されなかった。このような複雑な経緯もあって、フランツ・フェルディナントは、 皇太子とはあまり呼ばれず、皇位継承者と遠回しな呼ばれ方をされるようになった。1913年11月22日にゾフィーと共にイギリスノッティンガムシャーのウェルベック修道院を訪れ一週間滞在し、その後はウィンザー城を訪問して、ジョージ5世、メアリー・オブテック夫妻と共に一週間過ごした。回顧録によると、フランツ・フェルディナント夫妻は、 ウェルベック修道院の式典に出席した後に、同時の射撃大会に参加したが、そこで銃の暴発事故にあったという。フランツ・フェルディナントは、当時のヨーロッパ貴族の中でも取り分けを愛好し、彼の日記には、約三十万頭の動物を仕留めたことが記されている。そのうち五千頭は、鹿だったという。彼の城には仕留めた十万頭の動物の頭部が展示されており、 他にも様々な骨董品をコレクションしていた。1914年6月28日、フランツ・フェルディナントはゾフィーを伴いの主婦サライボの軍事、演習視察に出かけた。しかし、1878年のベルリン会議以来、オーストリアイコールハンガリーが占領し、1908年には、正式に二重軍主国に併合されていた、ボスニア・ヘルツェゴビナには、 セルビア人も住んでおり、大セルビア主義者にとっては、オーストリアイコールハンガリーに侵略された土地だった。ロシア帝国を後ろ盾とするファンスラブ主義に湧く、バルカン半島では、オーストリア大公は、テロの標的となっていた。午前10時15分、フランツ・フェルディナント夫妻の乗った車列が、サラエボ市内に入った、のメンバーで秘密組織黒手組のメンバーだったが、手榴弾を投げつけたが、 手榴弾は後続の車に当たり、乗員が負傷した。夫妻を乗せた車は、視聴者に逃げ込み、フランツ・フェルディナントは、爆弾を投げつけるのが、君たちの歓迎のやり方なのか、と激怒した。しばらくして、落ち着きを取り戻したフランツ・フェルディナントは、爆弾で負傷した人々を見舞うために病院を、訪問することに決めた。午前10時45分、負債を乗せた車は、 視聴者を出発したが、運転手に行き先が変更されたことが伝わっておらず、車は脇道に入り込んでしまい、病院に向かうため方向転換した。車が方向転換しようとした通りのカフェには、暗殺に失敗した黒手組のガブリロ・プリンツィプが偶然居合わせ、彼は拳銃を取り出し車に近寄り発砲した。プリンツィプは一発目を、ゾフィーの腹部に、二発目は、 フランツ・フェルディナントの首に向けて発砲し、フランツ・フェルディナントは泣き叫ぶゾフィーの上に身を乗り出した。周囲の人々が夫妻に駆け寄った時には、フランツ・フェルディナントは生きており、ゾフィーに、ゾフィー、死んではいけない。子供たちのために生きなくてはと語りかけていたという。総督官邸に入った側近たちは、フランツ・フェルディナントの手当てを試みようとしたが、彼は数分後に死亡し、 ゾフィーも病院に向かう途中で死亡した。暗殺者たちへの尋問で彼らの所持していた武器は黒手組指導者でセルビア軍大佐のドラグーティン・ディミトリエヴィッチから提供されたものだと判明した。このサラエボ事件の後、オーストリアイコールハンガリーは報復としてセルビア王国に宣戦復刻し第一次世界大戦が勃発した。フランツ・フェルディナントの死によって第一次世界大戦が 勃発する子になった。フランツ・フェルディナント夫妻の葬儀は二人合同で行われた。帰戦結婚のためにハプスブルクロートリンゲン家の人々が埋葬されるカプチーナーの骨堂に入れないことを生前から悟ってい夫妻は居城であったうちの納骨堂に埋葬された。フランツ・フェルディナントは星カトリック主義者で中央集権的な国家を目指した反面。 異民族へのリベラルな姿勢を持っていた。チェコ人と結婚したこともありよや、スラブ的な傾向があり、アウスグライヒによって、帝国内における権利を抑圧されていた、チェコ人と南スラブ系住民の自治権拡大を提唱していた。また、セルビアに対しても慎重な姿勢を示し、参謀総長、フランツコンラートフォンヘッツェンドルーフなどの軍部強硬派に対し、 セルビアへの高圧的な態度は、スラブの名手ロシア帝国との層を招き、やがては両帝国を破滅させると警告している。フランツ・ヨーゼフ一世のボヘミア王大官による、ミエ君主国への帝国改変、ドナウ連邦構想を望んでいた時期もあった。その一方で、フランツ・フェルディナントは、ハンガリー人を嫌をしており、1904年には、ハンガリー人は、大臣、貴族、兵士、 農民、重木など、あらゆる階級に関係なく、革命的であると述べ、ハンガリー首相ティサイストバーンを、革命思想の裏切り者と批判している。彼は、ハンガリーのナショナリズムを、ハプスブルク朝の脅威とみなしており、第9期平連隊長時代には、部下が公用語として認められている、ハンガリー語を話しているのを見て激怒したという逸話がある。また、ハンガリー軍を、 潜在的な敵対勢力とみなして信用しておらず、ハンガリー軍の砲兵部大編成予算について反対している。1900年に勃発したギワダンの乱での軍事的失策は大国としての威厳を損ねたとして、フランツ・フェルディナントを失望させた。彼はドワーフのようなベルギーやポルトガルさえ軍隊を中国に駐させていたにもかかわらず、我が国は一兵も駐留させていなかった。 しかし、我が国は国際救援隊として八カ国連合軍に参加し、軍隊を派遣したと述べている。軍事面では陸軍優位で海軍を軽視していた国内の中で海軍の増強を主張しており、フランツ・フェルディナント夫妻が暗殺された際には、軍艦フィリブス・ニティスが夫妻の遺体を乗せて栄光を叩いた。1892年に出発した軍艦エリザベー。 渡航合合による世界一周の見聞旅行の途上で1893年に香港を経て日本を訪れ1ヶ月をかけて長崎から東京まで旅している。同年8月2日に長崎港に入り、熊本、下関、宮島、京都、大阪、奈良、大津、岐阜、名古屋、宮の下、東京、日光を経て8月24日に 横浜港よりバンクーバーに向けて出発した。長崎では、五島、松島、高尾、高千穂、海門、葛城の八重山といった日本海軍の早々たる軍艦が迎え、艦隊司令官、各艦長のほか、長崎県知事、中野武明、長崎市長、北原宮美町、長崎市長、アルフォンスクーザンらが歓迎した。日本滞在中の接待員には、 語学に関能なくない賞式部次長さんの見合いをしたね、大前職、山内勝明、軍艦艦長、黒岡立脇、陸将秘書官、村木正美らが当たった。長崎見物で日本文化の実際に初めて触れ、市外のドコモが清潔なこと、家屋が開放的なことなどに驚き、一般女性の髪結いまで見学し、茶屋遊びを体験した。箱根において沢に、 竜の入れ墨を掘ってもらっている日本を訪れたら入れ墨を掘ってもらうのが当時のヨーロッパの男性王族にとってある種の流行となっていた。一説によるとフランツ・フェルディナントは胸にもヘビの入れ墨を掘っておりサラエボ事件ではそのヘビの頭が銃弾に貫かれていたという。フランツ・フェルディナントはこの時の日本の風物や伝統文化などを詳細に手記に記しており これは後にまとめられて出版されている。なお、シェーンブルン宮殿にある日本庭園は日本文化に触れた彼の命令で作られたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。